日野トレーラーバス T11 バイト型 T25 型日野トレーラーバス T11 バイト型 T25 型は太平洋戦争敗戦後の日本で日野自動車が1947年10月から1950年まで製造した96人乗りのトレーラーバスである終戦当時の東京では旅重なる空襲や物資不足から良好な稼働状態の車両が非常に不足していた この状況において市場に供給できる少ない車両数でできるだけ多くの貨物、乗客を輸送するべく自動車メーカー各社はトラックやバスの大型化を競い、単車ながら民生産業からは100人乗りのバスも発表されているが当時の狭い道路での取り回しを考慮すると闇雲な大型化は不可能であった。日野産業は戦時中の1942年に ジーゼル自動車工業から特殊車メーカー、日野重工業として分社され、戦後も独立メーカーのまま存続していた。戦後の同社は車両メーカーとして存続するため、戦後復興の輸送力増強策として、新中軍が持ち込んでいた大型車両を参考に、同社が戦時中に帝国陸軍向けに納入していた一式半送機、装甲兵車、 一式走行兵車用の統制型の一種である直列6気筒の空冷ディーゼルエンジンを用い、セミトラクターヘッドの T10 型と強アイロでの取り回し性能に引い出たトレーラートラックの T20 型を1946年に発表した。日本における民間向け車両としては、先例のない規格外の大型特殊車で、販路は愚か行動運行すら危ぶまれたが、日野の幹部は、 新中軍の大型トレーラーが日本の路上を現実に往来している実情を示して当局と接触し行動運行する許可を得ることに成功した。翌1947年、それらの経験を生かしシロッコファイクーレエンジンを同じく統制ディーゼル系統ながら市場で一般的な水冷に改めた。 T11 バイト型セミトラクターヘッドと2台を客室に変更した T25 型トレーラーバスを組み合わせ発表する。定員は運転手1名、車掌2名、乗客96名でトラクターとトレーラーを合わせた全長は13.88メートル、運転席は左側であった。路面電車にも危険する定員は輸送力逼迫に悩むバス事業者には大きな魅力で、 トエバスを皮切りに日本各地のバス事業者に納入された。当時としては珍しいに扉の客室側では大型路面電車並みの体制で2名の車掌が乗務し、それぞれにブザーを押して孤立した運転席に発車往来の合図をするという運転方法をとった。全長は13.9メートルもあるがセミトレーラーの特性を生かし、6メートル幅の直角な 道路を曲がることが可能である。もっとも当時の日本では、主要都市でもそれにすら満たない、境愛路も多く、運行可能な路線は、ある程度限られた。東京急行電鉄では、1948年11月から、東京駅線速池間の路線に投入され、最大150人乗りとして報道された。いがらし道は、この路線の境愛な路地と、 そこを這い回る大型車両のミスマッチに面白みを見出しており、カーマガジン氏の連載企画であった写真が語る自動車の戦後、アルバムに見る50年に自身の撮影による写真を添えた記事を綴っている。このトレーラーバスは、日増しに増え続ける福音兵による混雑や車両不足に悩む事業者には好評を持って迎えられ、仕様の異なる T12 バイト T25 や T12 バイト T26 が続いて生産されている。トラックタイプと合わせ、復興機の輸送に貢献した。先行試作的なトラクター T10 型は、当時の単造品生産技術の制約から、長いフロントアクスルビームを要する固定軸を用いず、トレーリングアームにコイルバネを組み合わせた独立喧嘩であった。民間用の国産大型車発の 前輪独立喧嘩であるが、構造自体は、既存軍用車からの流用で、技術的進歩というよりは、やむを得ない選択であった。また、左ハンドルとしたのも、コスト制約による軍用車の部品流用の結果で、あるが、当時は、巨体の歩道側安全確認に好都合だったとも、言われた。1950年代に入ると、路線バス業界では、大きな火災事故の影響や、 スペース効率が高く運転の楽な大型リアエンジンバスの台頭により、トレーラーバスは廃れていった。日の目貨物用トラクターの生産は継続したが、バスは大型単車開発に方針転換し、ボンネットバスやセンターアンダーフロアエンジンバス、ブルーリボンの生産へと転じた。ありがとうございます。